今宵は山代、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学、中高音微生物研究センター、センター長でいらっしゃいます。浅上博之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか今長い研究センターを、ご紹介いたしましたけれども。あ、<laughs> これは後ほどゆっくりお話を伺うとして、浅上先生の専門の分野というのは何人になりますか?。はい、えー、専門はあの、微生物学。 になります。微生物学、そういえばあの今夜のテーマがですね、この先ほどの中高温微生物研究センターとはとそれから微生物のコミュニケーションというあのこういうタイトルいただいてるんですね。はい、もうどういうことなのか今からワクワクしております。はい、後ほどゆっくりよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さて浅上先生あの今山口大学の中高温微生物研究センターのセンター長でいらっしゃるわけですけど、この 中高音微生物研究センターとはそもそもどういったことをなさっているんですか、はいはいえー、と山口大学にはあの微生物をああの研究している研究者が、うんまあ、農学部工学部理学部医学部、えー、じゅ共同獣医学部と、まあ、それぞれのところで活躍してるんですけどもそのそれそので 研究者が集まって、うんうん、総合的に微生物を研究しようとしています。なるほどあ。じゃあもう1つではなくてさ先ほどおっしゃっただけでも5つのそれぞれの分野の皆さんで、はい、これは一緒に研究をなさってるっていうことなんですかそうですね当センターには、うん、あの発微微生生物物部部門門とと環境 えー、病原微生物部門と、まあ、3つの部門があるんですけど、はい、まあそれぞれ、えー、と医学系だとあの病原微生物とか、うん、えと農学部とか理学部とかだったら環境微生物とかあと、まあ、お酒作りとかバイオエタノールの生産とかに関わるような、はい、あの発酵微生物とか。 そういったあのいろんな微生物研究をやっててで、まあ、それぞれがお互いに、うん、えと協力しながら、はいえー、やってますなるほどもう今ちょっとお酒の話も出ましたけれどもあこういうところでこういう研究をしていると山口大学にもお酒があってやはり少し関わるというか研究も関わっているって感じなんでしょうか とあちらはあの農学部が、えー、作ってるお米を使ってるということで、はい、えと直接うちのセンターは関わってはないんですけど <laughs> なるほど、はい、まあでもやはり農学部も先ほどあの関わっていらっしゃるということなのでさまざまな微生物についての研究ということが行われているわけですね。はい、でその中で先先生は先ほど 微生物学とおっしゃいましたけれども、どういう形で関わっていらっしゃるんでしょうか。まあ、センター長さんですから、はい、はい、全体を把握していらっしゃると思うんですけれども。はい、えっと私はあのさっきのえっと三つの部門のうち、うん、えっと病原微生物部門に属してまして、はい、えっとまあ、病原微生物が、うん、あの動物とか植物に感染して悪さをするときに、うん、まあその第一段階として、えっとそこにくっつく 動物や植物にくっついてそこに居座っていかなきゃいけないんですけど、はい、その、えー、くっついて居座っていくような仕組みについて研究してます。ほうなるほすか？あのまあ居座るの定着っていうんですけど、はいまあ、そこに定着することで病原性を発揮するようになって悪さをするっていうことで。 とそうですねあのー、まあ仲間が揃ってない時には、うんあのー、おとなしくしてて、はい、で仲間がある程度集まったら一斉に悪さを始めるっていうそれを微生物がコミュニケーションしながらやってるっていうことが分かってきたんですけどそれが微生物のコミュニケーションなんですね。はい、えあの微生物も それぞれタイプの違う微生物が集まって、はい、でその仲間を集まるまでじゃあどちらかというとじっと待つとかそ,うそんな感じなんでしょうか、あのーまあ、我々もあの言葉を使ってコミュニケーションしますけど微生物もまあいろんな化学物質を使ってコミュニケーションしてて、はいあのー、ある微生物があの使うコミュニケーションツールは、うんはい 別あまだ別の微生物ではあの聞こえないとか、はい、あるいはなんかあの我々の、まあ、英語は共通語という感じですけど、えー、あの共通語的に微生物の世界で広く使われているような言葉,言葉というか会話,も会話物質もあればあの、えー、特定の微生物でしか使えない、えー、あの会話物質っていうのもあったりします。なるるほど微生物も会話していわけですねはい なかなかか言葉は我々には見つかれないかもしれないけれどそういった仲間を増やしていくことで一番その仲間を増やすことで一番こう強固になることっていうのは例えばどういう強くなっていくそうですねえっとまあえっと仲間が揃ってないうちはに悪さを始めてしまうと、うん、例えば人の免疫とかそういったものにやられてしまうんですけど。うんはい あのまあそれに立ち,向き立ち向かえるぐらい仲間が揃ってそ,そ,それから悪さをすると、まああのー、免疫とかに立ち向かっていけるっていうそういう利点がまあ微生物がこう進化する過程で得たんだと思うんですけど <laughs>、えー、そんな、あのー、微生物の 特性があり何かお話を伺ってたら想像の中になんかすごく楽しい絵が浮かんでくるような感じですけど、まあ、でもそうなると本当に私たちの体にとってはとんでもないことになりますもんね。はい、で、えっと、今研究なさっているその今のコミュニティとかコミュニケーションという部分はこれを研究することこの形を見つけることによってやはりこれはさまざまなそういう例えば体の治療とか。 予防とかそういったことにつなげるの研究をまた先生方がなさってるっていうことになるんですよね。はいえっとまあ、そういうふうにあのコミュニケーションが、うん、あの微生物による病気とかに関わってるっていうのが分かってきたので例えばそのコミュニケーションをブロックしてやるとか、はい、こうく乱させてやるとかいうことができれば病気の治療とかにも つながるのではないかなと思って研究をやっていますそうなんですねそれが先ほどのおっしゃったような多岐にわたった研究の中で、えー、いろいろとこう使っていらっしゃるというかその、うん、研究結果という部分を使っていろいろとやっていらっしゃる、はい、ということなんですよね、はい、いやすごいですよねまた研究者の方々もやはりそういったことっていうのは非常に興味を例えば山口大学でだけではなくて 日本のこういう,そういう治療とかそういうものに関わっていらっしゃる方々にとっても非常に興味を持っていらっしゃるんじゃないですかそうですね、うん、私は口腔細菌を使って口腔細菌というか<っ>虫歯菌とか歯周病菌を使って研究してるんですけども、はいまあ、そういったくじの中の病気だけではなくって人の全身疾患とかにも、うんえー、そういった、えー、と微生物のコミュニティ が関係する病気ってたくさんありますので、うんうん、まあそういった分野へも応用できるんじゃないかなと思ってます。今航空とおっしゃいました先生ご専門、はい、それかなりあれですか、もう研究が進んでいて。そうですね。うん、あのー、航空の分野でもそのえっ、ー、とまあデンタルプラーグと言いますか、はい、あのー、それも、ね、えっと微生物のコミュニティ、まあバイオフィルムって言うんですけど。うんうんうん あの微生物があのコミュニティを作った状態があのでどこかに張り付いている状態が<ん>あのバイオフィルムという状態で、はい、そのバイオフィルムの研究あるいはそれをどうやったら制御できるかという研究も<ん>あの日本とか世界で、えー、進められてい,ますいやなんとなくその例えばコマーシャルなんかでも、はい、歯磨きのコマーシャルなんかでも。 まあそういうところから出てきてあのように画期的なものがどんどん作れていけてるっていうことにつながってるんですよね。はい、いや素晴らしい研究ですよねまだまだちょっとお話を伺いたいんですけれどもちょっとここで一曲と思っておりますが最初にご用意いただいたのがビーズの曲ですか、はいはい、これはどうして、えっと、学生時代に、えっとまあ、周り何もないようなあのところで過ごしてて、はいはい、最寄りのコンビニが2キロ先っていうような <laughs>、ええ。 あのところでだったんですけど、はい、まあそういった環境の中で、うん、あの研究室でみんなで集まって、うん、あのまあ先輩後輩が合宿のような感じで生活してたんですけど、うんはい、まあそういった時に、まあ、当時はあの、えー、貨物コンテナを使ったカラオケボックスというのがよく流行ってて、はいはい、まあそれそこでよく研究室みんなで行って、はいえー、そこでよく歌ってた曲です。この歌をですね。はい、はい。それではあのぜひ改めてタイトルコールお願いいたします。とビーズでアローンです。 あの、まあ、微生物の研究といいましょうか先生あの特に今先生が力を入れてこう研究なさってるというか、まあ、学生にも指導もなさってると思うんですけど例えば特にって言いますとどんなことがありますかあさっきも触れたんですけど、うん、バイオフィロムっています、うんはい、でバイオフィルムって、えってえとあまり馴染みがないかもしれないんですけど、はい、あの まあキッチンの、あの水回りとか、ぬめぬめしてくる、はい、あの花瓶も放置せたら、中がぬるぬるしてくるっていう。ね、あれが、あ、はい、のバイオフィルムになります。あれが。はい、えっと微生物が、ど、はい、なん、えー、そういう、えー、キッチンとか、うん、花瓶とかの中に。こう、はい、張り付いて、膜状になってるっていうのが、バイオフィルムです。あそこにいるんですね。はい、あと。 えー、洗濯槽の,あの外側真っ黒になるとよくあの写真が出たりするんですけどあれもバイオフィルムでんかバイオフィルムっていうと言葉にしたらなんか,かっこよく聞こえるけど <laughs> はい、はい、非常に困難なやつらなんですね。そうですねななかなかやっつけるのが難しい <laughs> ね<え>、はい でそれをやっつけるためにどう,どういうことが必要かとか、ま、ずどういうふうにするとかっていう研究をなさっていると,いうことになるですそういう厄介者のバイオフィルムをどうやったらやっつけられるかっていうので一つそのバイオフィルムができるときに、うん、その中で微生物がコミュ,コミュニティ作ってるってましたよね、はい、でそこでコミュニケーションすることでバイオフィルムを大きくしたり、えー、悪さをしたりっていうことが起こってるので。<laughs> そ,あのそのコミュニティまのコ,コミュニケーションをどうにかしてこうブロックしたり、はい、あのく乱したりできないかなというようなことをけ研究していますちなみに例えばどんんなものをこう投入すすするるとですかそうですねあのまあ、えっと、微生物があの会話物質っていうものを使ってコミュニケーションしてるんですけど化学物質ですけど、はい、コミュニケーションしてるんですが。はいはいうん まあそれに似たような化,化合物を作ってやって与えてやるとか、うん、あとはなんか食品由来成分を与えてやる、うん、まあうちでやってるのはきのこ、えー、と,とか南極でとった微生物の培養液とか、はい、その辺りから、あのーはあ、そういうかく乱するようなあるいはブロックするようなものがないかっていうのを探してたりします。うんうん じゃあコミュニケーション取ってる突然何かこう今まで見たこともあったこともないようなものが急に現れてかく、はい、乱すると、はい、そして離れてしまってコミュニケーションが取れなくなるとそうですねバイオフィルムを壊したり <laughs> あるいはそのバイオフィルムの中にいたあの微生物が悪さが,、はい、悪さができなくなったりという、はいはい、例えばそうすると、まあ、さっき慶応先生もあの。 歯周病の話されてましたけれども、はい、そうするともう多少その症状が治まったりうまくいけば、まあ、それが治るとかっていうことにもつながっていくわけですかそうですねまだ今のところはバイオフィルムを壊すとか、うん、できなくするというところまでしか、うん、あの研究を進んでないんですけど、うん、ゆくゆくは病気を抑えるとかいうところも、うんえー、いけばいいなと思っています。なんかすごく夢のある話というか、はい 一日も早くお願いいしますすう感じですよね、はい、ああよく分かりました。でそして先生やはり大学でも教育なさってると思うんですけれども、はい、あのどういう教育を学生の皆さんにされているんですかそうですねえっと僕はあの、まあ、中高音微生物研究センターに所属してるんですけども学部の方は、はい、あの農学部の方で教育してまして、はい、でえっと まあそちらの方でえっと卒業論文のあの指導をしたり、あるいは学部学生にえっと微生物関係の授業をしたりということをやってます。いますなるほど。やはりだからあの学生の皆さんには微生物についていろいろとご教授されたりということですよね。はい、そうなんですね。あのすいません、もともと先生そういったことに興味をお持ちになっていらしたんですか？学生時代とか。<laughs> あそうですねえっとまあえっと周りに何もない環境で研究,ばっか研究集中できる環境だったんですけど <laughs>、はい、あのえっと私の恩師があの、まあえっと、研究の楽しさというか、うん、あの自分で考えて研究するっていう、うんえー、でそれで、えっと、結果が出たらまた考えてっていう<あ>そういう習慣をつけさせてくれたので。はい えっと、できるだけあの、うん、うちの学生にもそういった形で、えっと、自分で考える研究、はい、楽しい研究をしてもらったらなと思ってますそうなんですねだからご自身が育ったというかその中で本当に良かったと思われることを今度はご自身が教えられる学生の皆さんにも伝えてらっしゃるということですね。はいはい、でそもそもその微生物に興味があったっていうことなんでしょうか学生っていうか大学時代とかってうそうです、ねあのー えとまあ、研究室に入った時から、うん、あの微生物、うん、特にあの当時やってたのは、えーまあ、お腹の中にいる腸内細菌ですけど、はい、その腸内細菌があのドーパミンってご存じであ、はいはい、あいった,あいたあの神経伝達物質といわれる、はいえー、ドーパミンとかアドレナリンっていう物質によってなんかなぜか腸の細菌が応答するっていうことが分かって <laughs>、はい、そういった研究をやってました。 なるほど、本当にそういったこともずっと先生はこう。長きにわたって。やっていらしたわけですよね。はい、まあ、そのと,と,とる時から、まあ、微生物に興味をもって。おりました。うん、はい。うんはい、ちなみに、あの、今の山口大学の学生さん、皆、先生の下で。研究なさっている学生の皆さんに。どういったことをこう望まれますか、研究者として。そうですね。さっきも言ったように、あの。 えっと、まあ、出た結果をちゃんと自分で考えるっていう。うん、あの、習慣をつけてほしいと。思ってます、うん。なるほどね。いや、すごい。あの、いわゆるですか、先生のもで学ぶ中で。こういう研究、もっとやっていきたいんですとかっていう学生さんもいらっしゃいますよね。はい、まあ、あの、できるだけ、<laughs> あの、学生の方から、こうしたい、あ <laughs> したいっていうのを、うん、あの、いう、いうのを待ってるんですけど、なかなか。<laughs> こちらの思うよううよにはいいかかないんでですすけどそ多分きっとそのあまりにも高いところにいらっしゃるからそれやりたいですって言いにくいかもしれないですけどやはり先生の中でも研究が向いてるぞこれもうちょっと研究してほしいぞって思われる学生さんっていうのはやはりいらしてそそ、はい、そういうううい時にはお声掛けをなさるんででですす、ねはい、すかかね、まあ、先ほどもいろいろな学部から皆さん集まってこの微生物の研究なさってるということで。 例えば医学的な部分で医学部の皆さんとか、まりあの獣医学とかってなると日本人間ではなくて動物ですよね。はい、まあそういった方々もやはりこういった微生物に関してまたそれぞれそ違うものを研究していらっしゃるっていうことになるん、ね、ですよね。あの獣医の方はいろんな病原体がありましてえっと微生あ細菌だけではなくて、うん、ウイルスとか寄生虫とか。 そういいっった幅広い病原体に対してて研究をやっています中高音微生物研究センターで今,今のおっしゃったようなことを皆さんがそれぞれに研究なさっているということですね、はい、ここからやはりあのどんどん広がって本当にすごい研究になって我々の生活に密着するようなそういったものも生まれているんでしょうかそれとも今から生まれるんでしょうか。 中高温微生物研究センターの,、うん、あの最近の成果として食品の、うん、まあ最近いろんな廃棄物が問題になってますけどそういったものから微生物によってあのアルコールを作ってでそれを、えっとまあ、電気にしようという、うんえー、研究が進められています。なるほどで特にうちのウリなのは、はい えと中高温微生物っていうんですけどまあ普通の微生物よりもちょっと高い温度で生育する5度から10度ぐらい高い温度で生育する微生物使ってますのであのそういうアルコール作る時に冷やさなくていいっていう利点があってでまあ今あ SDGs とか問題になってますけどああの環境にも優しいあのエネルギー作りっていうのができるっていうのがえうちの売りになってます。 ますますこれから必要となる研究と、はい、そういうことをなさっているということですよね。はいうん、いやよくわかりました。ありがとうございます。あのまたその山口大学から新たなさまざまな研究が世に出てくることを楽しみに待っております。はい、どうもありがとうございました。じゃあ,あでは最後の曲なんですけれども次の曲がまたそしてちょっと先ほどとは十分違う曲で。そうですね。これはどうして？あのこれはあのオペラの歌曲なんですけども。はい あの私の息子が、うん、あの声楽をやってまして、うん、まあ昨年あの山口県の学生音楽コンクールにも出させていただいたんですけど、うんうん、あのまあその息子がえー、声楽を始めた時からこうよく歌ってた曲ということで、うんえー、出させてもらいました。思い出の曲。はい。では改めましてどうぞタイトルコールをよろしくお願いいたします。えっとホセカレイラスで、えー、お前を讃える栄光のために、はい、お願いします。